昨年12月11日日曜日、稲部町の大泉公民館で大泉自治会しめ縄作りが行われました。地域交流としめ縄の作り方を次世代に伝えていこうと、16年ほど前から毎年行われているこの催し。この日は大泉の地域環境を守る会をはじめ、自治会、老人会、子ども会、稲部東小学校の先生方合わせておよそ110人が参加しました。材料のわらは昨年5月老人会と子ども会が共に田植えを行い、7月に刈り取ったもの。その後およそ4ヶ月間大切に保管されてきました。しめ縄作りはきれいに整えられた藁で3つの束を作り、左方向に縄をひねっていきます。大人は玄関用のしめ縄を、子どもは自転車用のしめ縄を丁寧に仕上げていきます。飾りもつけて、かかった時間は2時間ほどでしょうか。子どもたちも順調に作業が進み、いい出来です。自分で作ったしめ縄を手に記念撮影です。皆さん上手にできたようですね。しめ縄作り体験の後は餅つきが行われ、子どもたちに大人気というカレーやきな粉などが準備され、みんなでワイワイと楽しくつきたての餅を味わいました。大泉自治会長渡辺和重さんは、このしめ縄作りを通じて普段あまり接点のない人とも交流を深めてもらい、地域の絆がより深まってくれると嬉しい、今後もしめ縄作り体験をみんなで盛り上げていきたいと話していました。大泉自治会しめ縄作り、世代間交流はもちろん、自治会の連携強化にも役立っているようです。